ストリングチーズはチーズのタイプの一つである。このチーズはタンパク質が直線状になっており、これによって紐状のような形に仕上がる。ストリングチーズの一種であるモッツァレラチーズは摂氏60度まで加熱されると乳タンパク質が1、直線になり、よく伸びるようになる。また、より大きなチーズ界から紐状に裂けるようになる。 スロバキアには塩を加えた羊乳から作られる、コルバーチキがある。このチーズは羊乳を蒸気で加熱した後に手で紐状に伸ばして編んで作るのが伝統とされており、その後燻製にする場合もあるほか、羊乳ではなく牛乳で作る場合もある。アルメニアでは白いベースを材料としたストリングチーズを作る伝統がある。アルメニアのストリングチーズは熟成したヤギジチや羊乳が用いられており、 地域によって製法が異なる。このチーズには、黒ク,クミンやマハレブが使われ、紐状にするために引き伸ばして加工され、無限の感情に編み込まれて作られる。シリアでもこの方法で作られている一方、他の地域のチーズは切るだけで引き伸ばす作業がないため、紐状にはならない。ジョージアとロシアにあるテニルというストリングチーズは、塩漬けにして乾燥させたの胃の中で乳と、 クリームを60日間発酵させて作られる。1990年代初頭からイギリスやアイルランドではチーズストリングスというおやつが人気である。このおやつはケリーグループから売られているプロセスチーズである。発売当初の CM ソングはアメリカンブリードのベンド目、シェイプ目の歌詞を昼夜問わずチーズを紐にすると元気の出るチーズストリングができるというように変えたものだった。 最初に放送された CM は子供たちがディスコで踊る内容だったのに対し、リメイク版では遊園地に変更されていた。発売初期はマスコットキャラクターのミスター・ストリングスが自分を引き裂いて見せる様子がパッケージに描かれるなど、暴力的な表現がされていたが、1990年代後半にデザインがよりシンプルなものに変更された。元のミスター・ストリングスは2000年代半ばに、 テレビ CM から姿を消し、10代の若者に不気味な、いたずらをする別のキャラクターに差し替えられた。2000年代後半、3度目となる、ミスター・ストリングスのデザイン変更が行われ、より子供に親しみやすいデザインとなり、やあ、僕は、ただのチーズだよというキャッチフレーズが設定された。チーズ・ストリングスのラインナップには、チェダーチーズとモッツァレラチーズ、 そして、チェダーチーズとレッドレスターの2種類のチーズをねじり合わせて作られたバージョンがある。また、かつて販売されていたフレーバーには、チェダーチーズスモークベーコン、ピザなどがあった。また、ケリーは、ゴーダチーズストリングを。かつては、テスコやデリーリーから、イギリス国内で安価な類似品が製造、販売されており、現在は、ダンズストアズにて発売されている。ケリーは、 1990年代後半からチーズストリングスの一環として、クラッカーやトルティーヤの上にハムとチーズストリングを乗せ、ケチャップの小袋をつけたアタック A スナックを発売している。アタック A スナックはデリーリーランチブルズの競合商品にあたる。トマトとワハカチーズのトラユーダメキシコにおいて、ストリングチーズはリアバーダ・コステイアーノス・ガルシアという14歳の少年によって生み出された。 メキシコのストリングチーズであるケスイージョは球状にして売られており、オアハカチーズはその一種である。アメリカで販売されているストリングチーズアメリカ合衆国において、ストリングチーズは水分含有率が低く一口サイズで売られているモッツァレラチーズを指すことが多い。アメリカのストリングチーズはシリンダーのような形状をしており、長さも1インチから6インチまでと様々である。 このうちチーズスティックと呼ばれるタイプはカットされたストリングチーズがパッケージ包装されており、個包装の場合もあれば特定の長さで包装されている場合もある。モッツァレラチーズを原料とする場合もあれば、モッツァレラチーズとチェダーチーズを合わて使われる場合もある。このタイプはシリンダー状のチーズを紐状にして引き裂いて食べることからストリングチーズと呼ばれている。 1976年にフランク・ベーカーとジェブ・カブスがこの商品を発明した。オーストラリアではベガ・ストリング・ーズという商品名でベガチーズからストリングチーズが発売されている。ありがとうございます。